防災無線とは、日本の観光庁、地方自治体で使用される人命に関わる通信を確保するために整備された専用の無線通信システムである。公衆通信網の途絶、商用電源の停電の場合にも使用可能なように整備されている。一般に、防災無線という場合は、市町村防災行政無線を意味することが一般的である。 指定行政機関など30機関39箇所、地方自治体、指定公共機関、現地対策本部を無線回線、有線回線、衛星回線で結ぶものである。1978年に整備が始まり、当初は電話、ファックスのみであったが、後に映像、データ通信や国土交通省の河川、道路管理予行ファイバもを利用した IP 連送も、 可能になった。都道府県防災行政無線は、都道府県庁と市町村、役場、県出先機関、防災関係機関との間を結ぶものである。1972年の第1次、都道府県防災整備によって固定系移動系ファックス一斉系が整備され、1990年の第2次都道府県防災整備では、アプローチ回線のみがデジタルされ、 また、衛星回線も導入された。2004年の第3次都道府県防災整備では、移動系を市町村防災行政無線の移動系と、仕様を統一して、デジタル化、IP 化し、周波数が260メガヘルツ帯に集約された。市町村が整備するものである。地域防災無線病院、学校、電気、ガス等の民間の生活関連機関と、 地方公共団体の防災関連機関との直接の通信を確保することを目的とした移動無線通信である。交通や他の通信手段の途絶した場合に備えて整備されている。デジタル移動無線デジタル同胞無線地域衛星通信ネットワーク自治体衛星通信機構が運営し通信衛星スパーバード B3 を利用した衛星通信回線。 全国の地方公共団体と防災関係機関を相互に結ぶものである。各種防災無線の回線不足やバックアップ、都道府県間の通信のために整備されている。各省庁専用通信網など、消防防災無線消防庁と都道府県の防災担当部門、政令指定都市の消防局を結ぶものである。電話、ファクシュミリによる相互通信。 消防庁からの一斉指令が行われている。地上通信系、衛星通信系の2系統があり、地上通信系は国土交通省の水防道路用マイクロ波、無線回線を、衛星通信系は地域衛星通信ネットワークを使用している。防災相互通信用無線消防、警察、海上保安庁などの間で、災害現場で直接更新し情報交換。 作業打ち合わせを行い、円滑に防災活動を行うための移動無線通信である。近距離専用で 150MHz400MHz 帯の単身方式が2チャンネル用意されている。1974年の水島臨海石油コンビナートにおける石油流出事故で対策に当たった初期間が相互に連絡を取れず混乱したことを教訓に設置が開始された。 総務省の周波数再編アクションプランに基づき2002年より電波の有効利用のために防災無線システムのデジタル化が開始された。次のような多機能化が可能である。次のような問題点も指摘されている。富士通ゼネラル製の個別受信機と着脱式文字表示装置業務用通信機器製造の経験が豊富な以下の通信級者が主な製造メーカーである。 ありがとうございます。